はい、パッドレッドロッケーチャンネルです。今日はですね、電車でこうプロフェッショナルツやっていきたいと思います。まあ、こんな感じで始業検査やって、まあ始業検査っていうのはマスコン切って非常ブレーキのかければいい、まあ2ハンドル専用コントローラーの話なんですけどね。16時43分211系池袋行き、まあ20分ぐらいで終わると思います。ああ、ゴミ箱あったね、駅のホームに。ああいう黒いゴミ箱昔あったんだよね。昔は駅の売店とかもあったけどね、駅のホームに。まあ大きい駅、結構ちっちゃい駅でもね、売店あったんだけど今ないもんね。東京駅とかね、大きい駅だとニューデイズがあった気がするけど、ニューデイズだっけ今。まあこんだけの、まあ畳道しか止まる駅ないから、ね、ドアがで制限65から始まる。ご注意ください。まあ今ゴミ箱もないしね、ああいう黒いゴミ箱昔あったんだよね。地名天出発進行大宮発車。でもいつからああいうゴミ箱なくなったんだろうね。やっぱり同時多発テロかな、アメリカのね。2001年かな、9月11日なの。アメリカのテロ、同時多発テロが起きてからは駅のホームにゴミ箱が減ったような感じもしますけどね。制限45が待ってますね。まあ、こんな感じで制限45、これ下り方向。スピード出しすぎって言われちゃう。もっちにでもなんか、ここで勾配なしか。で上り勾配、思ったより上り坂じゃない。制限解除。何キロぐらい出せばいいんだろうね。8290m で徐行25。8290。どんぐらい出しておけばいい。8500m でスピード落とした方がいい。まあこんな感じで、進行、あれ遅れてるし、まあ難しいんだよね。やっぱ80キロぐらい出さないとダメなの。これはね、ちょっと分かんないんだよね。で、ここで進行、徐行25があるんだよね。徐行ちょっと時間ありそうね。40キロ出しといて、進行、まあこんな感じでちょっと落としていって、なんかよくわかんないね。徐行25がある。はい、徐行解除。
で D2 ポイントはだいぶ時間をもう20秒10秒か20秒ぐらい遅れる25秒遅れんじゃん進行これもまた面倒だ次赤羽か制限は制限100があるのか進行制限100があるとM3100m か まあどんどん飛ばしていけばいい進行まあ12秒遅れてるしさっき25秒ぐらい遅れてたと思うんだけど全然3秒ぐらい縮まったよ3100m まではまあ東海道線楽しみな新宿ライン仲間か120km はもう10秒遅れてもあっゲイントーク線だあっ17秒200休憩かこの時代は200休憩なんだね第16平速進行まあ駅区間短いからねまあ簡単っちゃ簡単なんだけど第15平速進行でこれが211系だね第14平速進行ならしてもしょうがない第13閉塞進行でそろそろ制限100が第12閉塞進行で第11閉塞進行今はもうブレーキかけても大丈夫でしょまあこんな感じで第10閉塞進行ずっと制限100が続くんだねあ制限110第9閉塞進行制限110あ100が出てくる制限100でまた制限100が第8閉塞進行まあこういう感じですねで、900m いって制限80が900m かもっと読んでもスピードが上がんないもん第5計測進行計20秒近く遅れてたのにもう2秒早くついてる回復運転第4閉塞進行また制限100が制限100、まあ、そろそろ制限解除第4閉塞進行あれここ隠しておいていけないんだ制限80がある第2閉塞進行制限80何キロくらい第1制限もう止まるんだ制限解除制限解除でまあ このまま脱線走行で場内進行赤羽停車停止位置10まあこういう感じでいってですねあと30秒ですねあ
か20。赤羽停車定着。もうぴったりだ。次が終点の、まあ終点の池袋ですよね。なんかハールが聞いた、ハールが聞いたっていう音楽かと思ったら違ったね。始め10、出発進行、赤羽発車。で、これが、あ、ニューデイズじゃないか。ニューデイズかと思ったらの案内標識だったね。オレンジのやつね。で、制限90番。池袋です。ああ、こんな感じで進行。46秒の1時間だのか。これでプロフェッショナル仕様とかプロフェッショナル2ってねタイトルあるんですけど、まあ、そんなに難しいわけじゃない。あのプレステ版のねちょっとプロフェッショナル仕様がすごい難しかったんですけど、あ、すげえ T23 ポイントもらった。で制限90ですね。第18閉速で進行85番か。しばらく行くと制限85番。第17閉速進行。まあこんな感じですね。で制限85、制限85、4300m で制限65、制限60。また行くか。第15閉速進行。また制限85。制限85。4300m で制限65。第14閉速進行。上りか。勾配なし。なんかね、勾配ある感じするんだけど、意外との勾配なしだったりするから。制限60。はい、制限60。制限70。はい、制限70。第13閉速進行。進行。で、また制限75になる。制限80、第12閉速進行。制限75、15、制限解除進行。制限10、制限55、また制限45、制限50、第11閉速進行。お、隠し警笛。制限45、制限45は国会。また制限65になる。トンネル出た時もね、警笛鳴らさなきゃいけないのってなんかあって、電車で合流上辺だった。江ノ第10閉速進行。2回警笛鳴らすやつね、ありました。制限解除で、また制限65になりますね。制限65。大
池袋っていうのも結構距離があるんだね。まあそりゃそうだよ、ね。まあ東海道線はね、駅区間が長いからね。制限65も解除。第7継続進行。2300m か。1085が。第6継続進行。あ、隠れちゃってね、制限85。85。5秒遅れか。制限65は間に合うか。第5計測進行、制限65。制限65。制限また55か。第4計測進行、制限45。まあこんな感じで遅れてるしね、また。この定数ポイント取るの難しいよ。第3計測進行。これで今55か。275で制限45が。下りだ。第2計測進行。お、山手線です。あ、そっか、山手線池袋通るもん。制限55区間が多い。第1計測進行。あ、こんな感じで。制限45があってね。まあこういう感じで。場内進行池袋停車停止位置11制限45制限80また制限80間に合わねえよ、時間ねえ。制限解除。こんな時間ないの。池袋停車定着。こんな感じで。まあこれで全区間走破できちゃうんだよね。はい、これで終わり。
まあ標識無視してないから100点はいってると思うんだよな。まあいいんじゃないですかね、100点はいってるかな。ああ、126点。まあ何点満点なんだって話だけどね。まあこれで金星がついてるはずですね。じゃあセーブして終わりと。はい、といった感じでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。